では、続きまして、同じく道路部門の中の、舗装につきまして、株式会社日報の井原さんより、ご発表いただきます。ただいま紹介いただきました、井原です。道路部門、路面舗装について説明させていただければなと思います。まず道路舗装についてなんですが、これまでの橋梁やトンネルのようにですね、すべての管理者の点検結果が道路メンテナンス年報で公表されておるんですが、路面、道路舗装につきましては、国管理の道路のみの公表となっております。そこで、路面舗装に関しましては、都道府県政令指定都市へのアンケート調査等を行いまして、路面舗装の健康状態を評価いたしております。で、まず、路面舗装の健康状態なんですが、路面舗装全体の評価は C の要注意でございます。管理者別に見ますと、こちらの表のように、C と、あと市区町村が D で、都市高速道路関係は B となっております。で、この道路のメンテナンス年報の方で公表されておりますので、その延長割合を健康状態というような形で評価しております。で、その点検結果なんですが、先ほど申し上げましたように、アンケート調査等で行っているというような形になっておるんですが、道路舗装に関しましては、道路ユーザーに直接、快適性や走行安全性といった直接的に影響することから、路面の状態を広く知っていただくためにも、点検結果の公表が望まれるというような形で結んでおります。で、次に維持管理体制なんですが、これは下向きの矢印ということで、今の状態が続くと健康状態を維持できないというような評価をしております。で、そのデータなんですが、こちらのアンケート調査と、あと公表データを取りまとめたものがこちらの上の表になります。計画的な点検実施が行われているか、点検結果の公開が行われているか、あとアンケート調査の方で予算削減の影響がありますか、あるいはデータベースの導入が行われているか、いったような項目で取りまとめて評価しております。で、道路舗装につきましても、メンテナンスサイクルといったような点検診断措置記録というのが実施され始めております。また、都道府県政令市へのアンケート調査でも、修繕計画は約90%で策定されておるんですが、公表は60%程度にとどまっていると。また、都道府県政令市へのアンケート調査の回答では、その予算に、舗装に関する予算削減の影響で、修繕箇所の先送りや苦情件数が増加しているといったことで、現状の健康度を維持することが年々難しい状況が伺えたということで、先ほども申し上げましたように、維持管理体制はこのままでいくと、健康状態が維持できないということで、下向き評価の結果になっております。で、その路面の、処方箋ということで、橋梁やトンネルと同じようなんですが、まず、舗装の長寿命化とか維持管理計画等を、作成して、公表していって、それを実行すべきだろうと。あと、平成28年に、制定されました舗装点検要領というものがございますが、それに準拠して道路を管理する場合、その路線の重要度とか分類によって、主要目標年数や適切な管理水準を設定するといったことでございまして、あと、その点検に関しましても、目視とか計測器を用いて、適切に道路の重要度によって、点検すべきだろうと
ということでございます。また、道路、路面舗装に関しましてはやはり、まあ、路盤が大事だということで点検要領にも謳っているんですが、その路盤以下の、まあ、構造的な健全性が失われないような、まあ、予防的な措置も含めて適切な修繕を すべきだろうということで処方箋をまとめております。でこれまでの変化なんですが、中村先生からも報告ありましたように路面舗装につきましては2016年、2019年、2020年で評価しとるんですが、まあ、その時の評価に用いたデータを下の枠囲いの方に示しております。16年の時は、まあ、アンケート調査だけで行っておりました。あ、アンケート調査と、まあ、高速道路は、まあ、公表データ、維持修繕その他の管理の報告書のデータから評価しております。2019年は、まあ、公表データ道路メンテナンス年報で、まあ、国管理道路が出てます出てましたので、あと高速道路 の、まあ、その報告書と合わせて、まあ、2つ国道路と高速道路の2つの道路種で評価しております。で2020年は先ほど申し上げましたように公表データとアンケート調査、あと市区町村に関しましてはウェブ検索で公開されているデータを用いて評価しております。でその用いたデータなんですが、まあ、道路メンテナンス年報で橋梁やトンネルは主に行われているんですが、やはり先ほど申し上げましたように、路面舗装に関しましては、国管理道路は道路メンテナンス年報、あと都道府県政令都市関係ではアンケート調査を用いて、その時の、まあ、健全性あるいはその管理者さんが、まあ、決めている、まあ、ひび割れ率あるいはわだちぼれ MCI 等から修繕、あるいは補修段階といったものを取りまとめて損傷度をまとめております。で市区町村は先ほど申し上げましたようにウェブ検索、これも市区町村でも、舗装点検要領等で行われているところもございますので、健全性、3とか2修繕段階あるいは表層保持段階といった形で評価されておりますので、その点検延長に対する、まあ、要補修区間延長で評価しております。で高速道路につきましては各社から公開されております維持修繕その他の管理の報告書から、補修の目標値に対して、修繕を、要補修の区間延長を、まあ、評価しております。で維持管理体制の方の評価なんですが、まず計画的な点検実施ということで、まあ、これは、アンケート調査から用いてやっとるんですが、平成28年に公表された舗装点検要領で、都道府県政令都市では、まあ、それを準拠してやっているのが 25% でございました。また定期点検では、まあ、2016年のアンケートあるいは2019年度のアンケートもほぼ同じ、あと点検結果の公開につきましては下の赤字のように示してあります、都道府県で、まあ、14%、政令指定としては 1% にとどまっていくと。であと、予算の削減の影響ということで、都道府県政令都市のアンケート結果では2016年では影響あるいは 71% だったんですが、まあ、2019年度の結果は 86% ということで、まあ影響が増えているといったようなことで、先ほど申し上げましたように維持管理体制は下向きと、あとデータベースの構築関係は 65% で2016年と19年ではほとんど変わらないといったような形になっております。以上で道路部門路面舗装の説明を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。